こんにちは、庄司です。今日は心地よく体を伸ばすヨガをご紹介します。体が凝り固まって姿勢が悪くなっている時や、呼吸が浅くなっている時にもおすすめのヨガです。それでは、あぐらの姿勢を作りましょう。両手を膝の上に置いて、上半身で円を描くようにゆっくりと動かしていきます。ウエストのあたりを柔らかく動かすようにして、上半身が遠くを通るように丁寧に動かしましょう。お尻の土台は動かない程度で大丈夫です。ちょうどいいタイミングで反対回しも行っていきます。肩は平行のまま上半身を動かすようなイメージです。ご自身の動きで上半身柔らかくほぐします。ちょうどいいタイミングで動きを止めましょう。両手肩の上に置いて一度息吐き切りましょう。吸い気で肘を前から持ち上げて天井方向へ。吐きながら後ろを通ってゆっくりと下ろします。繰り返して、吸って肘前から持ち上げて天井方向。吐きながら後ろを通ってゆっくりと下ろして、ラスト1回、吸って肘前から持ち上げて上です。吐きながら後ろを通ってゆっくりと下ろしましょう。両手解放、胸の前で合掌を作ります。手首から指の先までぴったり合わせて、胸と胸の間に置きます。肩と顎、後ろに一つ引いておきましょう。頭のてっぺんからお尻まで一直線を感じます。吐く息でお尻の骨、座骨2本をしっかりと床に根付かせます。次の吸う息で合掌を頭の上へと持ち上げましょう。そのまま呼吸を繰り返します。座った状態の木のポーズ。優しく体側を伸ばしてくれるポーズです。両手は上に伸ばさなくて大丈夫です。肘は曲がった状態でいいので、肩に力が入らないように気をつけてください。余裕のある方は肘を少し外側に開いて、耳の横、スペースを空けて二の腕が来るようにします。続いて両手後頭部に当てて、吐く息で頭の力を抜いて下を見ましょう。両腕の重さを使って、首の後ろ側を伸ばしていきます。口から息吐いていただいても構いません。余分な力は抜きましょう。ゆっくりと起き上がって両手解放、背中の後ろで肘と肘をキャッチします。肩甲骨同士を寄せ合うようなイメージです。胸元をしっかり開いた状態を作りましょう。そのまま首を左に傾けます。頭の自然な重さを使って首の横の筋をストレッチ。今度は反対側です。首を右に傾けましょう。胸元を開いた状態のまま首の筋をストレッチします。深
深い呼吸を入れていきましょう。ゆっくりと首まっすぐ真ん中に戻します。両手ゆっくり解放、大きな一呼吸です。それでは四つん這いの姿勢を作りましょう。肩の真下に手が来るように、腰の真下に膝が来るようにします。息を大きく吸って、吐きながら背中を丸めて目線はおへそ。吸い気で背中を反らせてお尻と頭を上に向けて、吐きながら背中を丸めて目線をおへそ、手で床を押します。吸って背中を反らせて、胸元をしっかり広げましょう。ご自身のペースで呼吸に合わせて、体を動かしていきます。腰痛などを予防してくれる猫のポーズです。頭のてっぺんからお尻まで連動させるように大きく動かしていきましょう。肘も曲げながらで大丈夫です。とにかく柔らかく動かしていきます。両手の指の付け根、床にしっかりとつけて、手で床を押すように動いていきます。上半身を柔らかくほぐしてくれる猫のポーズです。それでは、ちょうどいいタイミングで背中まっすぐフラットな状態に戻ります。両方の足の指を立てて息を大きく吸って、吐きながら膝を浮かせてお尻を一番高いところに持っていきましょう。ダウンドッグのポーズです。両手は肩幅、両足は腰幅です。手と足の中指がまっすぐ前を向くようにセットしてください。軽く足踏みをして、ご自身の体にダウンドッグのポーズなじませていきます。必要があれば足と手前後の幅少し縮めたり広げたり、今日のご自身のちょうどいいポジションで行います。全身のデトックスのポーズ、ダウンドッグのポーズ。ゆっくりと目線、手と手の間、右の足を両手の間に大きく一歩入れましょう。両手はカップハンズ、指先が床に触れている状態です。両方の足先はまっすぐ前を向いていて、後ろの足はつま先立ちの状態です。ハイランジのポーズでキープしましょう。背筋はまっすぐ、胸が落ちないように気をつけます。両手のひらゆっくりと床に下ろしたら、右の足を後ろに引っ張って、元のダウンドッグの姿勢です。大きな一呼吸です。目線ゆっくり手と手の間、左の足を大きく一歩、両手の間に入れましょう。両手はカップハンズで床に下ろして、胸を軽く引き上げて背筋を伸ばした状態です。右足の鼠径部とアキレス腱、心地よくストレッチしましょう。ハイランジのポーズ。それでは手のひら床に下ろして、左の足後ろに引っ張って、元のダウンドッグのポーズに戻ったら、両膝を床に下ろして、少し膝を開いた状態、足先合わせた状態作って、チャイルドポーズです。お尻をかかとの上に乗っけて、上半身は楽に床に預けます。おでこは床。リラックスのポーズ、チャイルドポーズです。広げている背中やお尻に深い呼吸を入れましょう。
それでは四つん這いの姿勢を経由して、うつ伏せの姿勢を作ります。足全体軽く揺すって力みを取りましょう。両手、顔の横、一度息吐き切ります。お尻をあらかじめキュッと締めておきます。吸い気で手で床を押して上半身を起こしたら、肘を床に下ろします。両手の指先まっすぐ前に伸ばして、目線もまっすぐ前を見ましょう。背骨を矯正してくれるスフィンクスのポーズでキープします。体重は肘に乗っけすぎずに、背筋とお尻の筋肉を使ってキープしましょう。軽く顎を引くようなイメージです。背骨の心地よい伸びを感じて、息を大きく吸って、吐きながらゆっくりと床へと降りていきます。元のうつ伏せの姿勢に戻ったら脱力。両手胸の横、四つん這いを経由して、元のダウンドッグに戻っていきます。尾骨は斜め上にしっかりと引き上げましょう。続いて手と足の前後の幅を少しだけ縮めて、右の手で左の足首外側をタッチ、余裕があれば天井を見ます。ツイストのダウンドッグのポーズ、右手を元の位置に戻して、今度左手で右の外側の足首をタッチします。呼吸が止まらないように、左手前に戻して、右の手でもう一度左の外側の足首をタッチ、肩をぐっと入れ込むようなイメージです。右手前に戻して、今度左の手で右の外側の足首をタッチ、左の手前に戻しましょう。手と足の前後の幅を少し広げて、元のダウンドッグに戻ります。両膝を曲げて、歩くようにして、両手の間に両足を入れます。肘と肘を掴んで、軽く上半身を揺すって、上半身の重さで足全体をストレッチしていきます。それでは両手カップハンズで床に下ろしたら、左足のみつま先立ちの状態を作ります。右足をしっかりストレッチしていきましょう。今度反対側です。左の足の裏床に下ろして、右足だけつま先立ちを作ります。それでは両方の足の裏、床につけた状態に戻って、深い前屈、膝曲がっていいので両手のひら床。吸って半分の前屈、背筋と膝を伸ばします。吐いて深い前屈、両手のひらを床につけて、吸い気で背骨一本一本積み上げるように、ゆっくりと起き上がっていきます。一番最後に頭が起き上がったら、そのポジションで大きな一呼吸です。それでは前を向いて立った姿勢を作りましょう。立位の基本の山のポーズから行っていきます。足の中指まっすぐ前に向かわせて、お尻は軽くキュッと締めます。肩と顎、後ろに一つ引きましょう。両手ブラブラブラと力を抜きます。怖くなければ目を閉じて呼吸を繰り返します。頭のてっぺんからかかとまで一直線を感じて呼吸を繰り返します。吸い気で軽く背筋が伸びて、吐く息で足の裏柔らかく使って土台を安定させていきます。呼吸を繰り返しながらご自身の体の中にしっかりとした一本の軸を見つけていきましょう。立位の基本のポーズ、山のポーズです。
ゆっくりと目を開けたらバランスのポーズ入っていきます。まず左足の膝を曲げて外側に開きます。つま先が床についた状態でも大丈夫ですし、余裕があれば反対の足の内側、ちょうどいい高さでくっつけておくか、もしくは骨盤の前のあたりに軽く足を引っ掛けておきます。片足のバランスを見つけたら、両手胸の前で合掌を作ります。呼吸を整えて、このままキープしていただいても構いません。余裕がある方は一度息を吐き切りましょう。次の吸う息で合掌を頭の上へと持ち上げて、立位のバランスのポーズ、木のポーズです。キープ、そのまま呼吸を繰り返しましょう。レッスンの最初に行った座った状態の木のポーズを思い出しましょう。上に引っ張りすぎずに上下に引っ張り合うようなイメージで、体の中心のあたりをしっかりと意識しましょう。余裕のある方は両手のひらぴったりと合わせた状態を作ります。そのまま息を大きく吸って、吐きながら合掌を胸の前へ、吸って両手を解放、吐いて足も下ろしましょう。軽く足踏みをして、少し力を抜いておきます。もう一度、立位の基本の山のポーズを作ったら反対側です。右の膝を立てて外側に開きます。そのままでもいいですし、ご自身のちょうどいい高さまで右の足を持ち上げます。バランスが整ったら胸の前で合掌を作りましょう。このままキープしていただいても構いません。余裕のある方は一度息を吐き切って、吸う息で合掌を頭の上へと持ち上げます。体の軸の延長線上に合掌が来るようにセット。そのまましばらくキープしましょう。深い呼吸です。目線は一点に集中するとバランスが取りやすいです。肘も軽く左右に優しく開いて体側の伸びを感じましょう。集中力も高めてくれる木のポーズです。そのまま息を大きく吸って、吐いて合掌を胸の前に下ろして、吸って両手を解放、吐いて足を下ろしましょう。足踏みをして力を抜きます。続いて足を肩幅に開いてしゃがみます。足先の向きは斜め45度外側です。両手で合掌を作って、肘で膝を外側にぐーっと押してあげましょう。股関節のストレッチのポーズ、鼻輪のポーズです。この時骨盤が傾かないように気をつけましょう。背筋もまっすぐ。猫背にならないように気をつけましょう。首もまっすぐ伸ばした状態です。もしこの姿勢で体に違和感を感じる場合は、ゆっくりとお尻を床に下ろして、立てた膝を外側に押すようにしていただいても構いません。お好みのポジションでキープしましょう。骨盤底筋も強化してくれる鼻輪のポーズです。ラスト大きな一呼吸。それではゆっくりとお尻を床に下ろして、膝立ちの姿勢を作りましょう。膝と膝の間はほんの少しスペースを空けておきます。足の指は立てた状態を作りましょう。それでは左の足をまっすぐ左に伸ばします。右の足の膝の延長線上に左足が来るようにセットをしましょう。骨盤はまっすぐ前のままです。
左手の甲を太ももに当てましょう。吸い気で右の手天井方向に持ち上げて、吐きながら左手は足先にスライドさせながら、右の手は左の方に倒して、体側を伸ばしましょう。そのままキープ。見れそうであれば、二の腕越しに天井を見て、呼吸を繰り返しましょう。左の手は、足に体重を乗せすぎないように、上半身のインナーマッスルを使ってキープしていきます。体側を伸ばして呼吸も深くしてくれるパリガーサナ、門のポーズです。ゆっくりと起き上がってきたら、右の手を肩の下に来るように床へと下ろします。右手指先は頭の先に向かわせましょう。準備が整ったら、左の足床と平行に持ち上げて、左手は天井方向に伸ばします。目線は左手の先を見ましょう。そのままキープ、呼吸を続けます。可能であれば伸ばしている左の足、かかとを押し出してフレックスの状態を作りましょう。それではゆっくりと床に戻ってきて、元の膝立ちの状態に戻りましょう。準備が整ったら、今度は反対側です。右の足をまっすぐ右の方に伸ばします。骨盤はまっすぐ前を向いている状態です。右手の甲を太ももをタッチしたら、吸い気で左の手天井方向へ。吐きながらゆっくりと右に倒します。右手は足をスライドさせましょう。ご自身の心地よいポジションで深い呼吸を入れていきます。見れそうであれば二の腕越しに天井を見て胸を開きます。体が猫背にならないようにまっすぐ真横に伸びていることを意識しましょう。パリガーサナ、門のポーズです。それではゆっくりと起き上がってきて、左の手、肩の真下に来るように床に下ろします。準備が整ったら、右の足床から浮かせて床と平行、右手も天井方向へ持ち上げます。可能であれば、右手の先を見て、キープ。呼吸を続けましょう。右の足はかかとを押し出してフレックスの状態。肩が上がらないように、力まないように気をつけましょう。床についている手と足、同じぐらい体重が乗っていることを確認します。ゆっくりと手足床へと下ろして、楽な座った姿勢を作りましょう。それではこれで今日のレッスンを終わります。今日もご参加いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。